私はですね、普段全国を回りまして、障害のある作家さんのいろいろな表現を発掘してご紹介するという仕事をしております。多様な人たちがいてこそこの現代社会っていうのは成り立っているということを自分事として感じていただくという、それがまず一つ目の大きな目的です。二つ目のキーワードは身体性というものです。既存の現代美術というのは作家さんが一生懸命そのコンセプトを組み立てて、作品っていうのができていくんですけれども、こうした障害のある作家さんっていうのはまさにその身体性から生み出されるそのもう一つのアートの存在があるということを、感じていただけたらというふうに願っております。この作品は、おやすみグッドナイトっていう各国の、テレビ番組最後に流れる映像を集めた作品です。世界中いろんな政治システムがある国で多様な価値観があって、右から見れば正義であるものが左から見れば悪になったりするという、断絶が生まれてきたのが、コロナ以降特にそういうものが明確になってきたと。だから一つのそういう風景、メディアの中の風景であったり現実の風景みたいなものに、多様な視点というか一つの真理とか正義とかではなくて、その一つを多様な側面、パースペクティブみたいなのを提示してくれる、そういうものを僕らも目指した作品です。2004年から2014年までの10年間、神奈川県川崎市という町で一人暮らしをなさっている、おじいさんおばあさんを中心にお弁当を毎日配達していたのですが、その配達の傍らでカメラを構え撮った写真です。人間の終焉に近づく、そういった時間とは、こういう時間なのかということでとても衝撃を覚え、でもいつしかそれでも食べる、一人でも、食べていく、明日に命をつないでいくっていう、その人間の本能、動物としての力強さ、伝えられたらなと思っております。バブはもうマブダチですね。もう10代の時からずっと一緒にスケートボードしてて、バブがいつも言ってる言葉は、もったいないとか、お金関係ないとか、みんな簡単よ、これゴミよってよく言うんですけど、実際彼が使ってる素材だったりメッセージとかって結構そういうことをよく絵を見るといっぱい書いてて、なんかちゃんとしたこう伝えたいメッセージもあるけど、けどそれをなんか笑いっていうか面白いもの作ってみんな笑わせたいっていう気持ちはすごくバブはあるかなって思いますね。